そう。実現して。実現して。いよいよ。これがエコバッグです。いいと思いますよ、かなり。これ以上のもんって、自分の目で見たことがないから、うん、なんか自分のスペシャルって感じするね、これ。昨日眠れなかったんだから。そんなに楽しみだった。大変だったの。本当に。すごい楽しみ。わかりました。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、こんにちは。うわ、え、ちょっとす、え、なんすかこれ。ちょっとすごいね。ちょっと待って。ここはすごい。え？いや、ヘビもすごいじゃない。あ、これヘビですね。あ、もう皮、ありとあらゆる皮が。ほら、これ、サートが。え？波じゃないよ、薄くて。これ黒子ですか？黒子。あ、うわ、ほんとだ。すごいでしょ？柔らか。薄い、そして。でも岩木さんは今それどころじゃないですか、気持ち的に。気持ち的にね、はい、なんかドキドキする本当に見られてないんですよね。だからそう今回じゃないです、ね、一応ご紹介だけ、はい、あの社長です。ああ、そうこの社長の、はい、あのもう製造か販売から何か全部やってる、うん、西川さん。西川さんですね。西川社長。西川社長。いやー、まあ前回ね、岩木さん、また撮影させてもらいましたけど、あれが、とうとう。そう。実現して。実現して。いよいよ。お披露目と。はい。本当に見られてね、もうさっきからあの、カメラ回ってない時から、もうそわ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 されてましたもんね。そうなの。それ楽しみにしてる。じゃあ、ちょっとこれ、見せていただくかな。それですか。はい、ちょっとここにしらじらしこういった。しらじらしく。あれかなんですけど、中は本当に、岩木さん今、本当に初めて見るもの。うわ、怖い。よろしいでしょうか。え、で、社長もちょっとドキドキしてますよね、多分。はい、僕もお話することでドキドキして、すごくハードルが上がっております。まあ確かに、前回言われてましたもんね。じゃあ、間違いないから。結構こうしてほしいっていう思いがちょっと強かったんで、ちょっと無理言ったものもあるし、うんうん、だから、ね、社長社長でやっぱちょっと。思うところがあるんで。ドキが胸胸。ドキが胸胸。じゃあ、はい、いいですか。まあ、あの僕からというよりも、あの、岩木さんが出てきた。ああ、なるほど。いいですか。どうなんだろう。これがエコバッグです。これや、エコバッグか、これ。で、これが、その中に、この中にしまえるように。うん、あ、すごい綺麗な色で、これ中も同じに。うわぁ、かわいい、なんか色も。そう。貼ってあるんですよ。おしゃれ。で、あの、ポケットもつけていただいて、で、これは、まあ、セカンドバッグにして、あ、インナーバッグみたいな。で、まあ、こうやって持つってことなんだけども、もうね、ちょっと触ってみて、本当に。めちゃくちゃ気持ちいい。いいですか。うわ、柔らかい。え、すごい。これ、全然、僕が思ってるクロコダイルと全然。違うでしょ？いやいや。全然違う。俺も初めね、触った時に、自分が知ってるクロコダイルの手触りと全然違う。うん。すっごい。普通のクロコじゃ、はい、ちょっとこういうふうに、こう、綺麗には、畳めれないので。あ、そっか。はい。エコバッグだからですよ。はい。うわ。入る？はい。これがなんと、なんと、このポーチに。あ、入るね。はい。これ自体がそんな大きいように見えないから。あ、本当だ。あ、入った。でもね、これにぴったり入れれるようにって言ったから、あんまりカパカパなの嫌だなと思って。これももうジャストサイズで岩木さんがオーダーしてるんですよ。そう、言ってたの。これ大変だったでしょ、社長、これ。こういう具合なんですよ。へー。で、普段はこの中に、まあ大事な免許証とかカードとか、お財布とか入れて、この中に入れるっていうことね。エコバッグ。いや、これ、やっぱ綺麗な色だったね。よかった。
すごっ。社長、これは。合格が。ちょっとなんか、いい感じのコメントが今。いただきました。いや、素敵だよ、これ。いや、今のいいですね。わー、すっごい。かっこいいですね。あの色がすごく。めっちゃ。あ、絶対いいと思います、この色。すごい。あんまり見たことないですよ、今まで。こうやって、ね、どこでも。面白いな。持っていけるし。いいと思いますよ、かなり。僕も写真撮りたい。すごい。いや、いい感じですね。そうですね、これはこれで。はい、これが、はい、こちらの方、もうちょっと岩木さんには言ってない部分もあるんですが、うん、ちょっと、開けていただいて。こんなペタンコなんですよ。なんか色が。これは、表は同じ色なんですよ。そう。そうですね。おしゃれ。綺麗ですよ。おしゃれ。すっごい可愛いですね、これ。すっごい。あ、こっちもだ。そうそうそう。全部違っちゃったら、なんかせっかく作った意味ないじゃない。やっぱ同じようにできたものが。へぇ。どうですか、岩木さん、これ実際に待った甲斐があったね。社長、ありがとうございます。社長、よかったですね、これ、はい、岩木さん、なかなかやっぱ言わないんで。本当ですか。はい、本当に思ってないと。いや、しっかり持ってある。いいと思う。ちゃんと 色合わせてもらって。あ、綺麗にできてます。あ、そうですか、うん。この辺の柄がね、初めて見る。これ社長なんかあるんですか？はい。通常は、こういったものはそのサイズに合わせてなんですけども、こういうカバンを取った、部分の、ちょっと大きな部分で、まあ、取ってますが、こっちに関しましては、この黒子で言います。この顎の、このあたりになります。で、こちらに関しましては、お尻尾ですね。尻尾の。はい、の部分、はい、なんかほらこうやって見るとなかなかこういう柄って虎柄みたいに見えるっていうか、うん、こういうところにも入ってない柄だよね。あ、確かに本当ですね。うん、全然違う。いや、俺もちょっと初めて見た。だからすごく本来で言うとこれこういうふうに作ってなかったらかなり柔らかいんだと思う。あ、ここのところの部分。皮がこう目が細かくなってからすごい柔らかいんだと思う。いや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 、これは、いや、岩木さんのこの顔はなかなか見れない。うん、嬉しい。なんか自分のスペシャルって感じするね、これ。あ、これちゃんと折り目のところもこう同色、中にね、同色に、はい、あの前岩木さんがちょっとこう折り紙っぽくて色が違うとでおっしゃってたのちょっと覚えてまして、はい、だからすごく折りやすいんですよ。重ねて縫ってないから中に違う素材でこうやって縫ってあるんです。あ、小池さん、これ同じ黒子にしております。え、これ黒子なの？はい、もう薄くすいて。それすごい。あ、わからないよ、これ黒子の 裏側ってことですか？いや、表を本当にこう細くテープ状の加工に薄く薄くいて、はぁーしております。ちょっと聞いた？聞きました。細かい。細かいよ、これ。いや、いくら見てもわかんないな。いやいや、これ、ね、本当に。いや、いい顔されてますね。多分ね、これ、街中でこの色見たら、俺だと思って。いや、でも、普段見ないですね。してないからね、別に、すごいだとは思うんだけど。いやー、すごい。これはもうなんか、もうここでしかみたいな感じですね。この色は。はい、この色は、はい、月中養殖になっております。はあ、この配色に関しましては、岩木さんのオリジナルカラーです。すごい。いいですね。
んだろうね、こういうね、幸せかというかね。車とかバイクと変わんないね。なんか自分が思った通りっていうか。これなんかそれ、うん、はい、JRMR と言いまして、はい、なのでこれを、まあ、新装置みたいなことですよね。そうです、はい。で、辿っていくとどこのメーカーで作っているっていうのをちゃんとしておりますので、保証付きで。あ、この番号でここで作ったって分かるってことですか。はい、そうか。へえ、そういうことですか。すごいな、システムが。あ、その西川商店さんの番号があるがあります。はい。あ、999点。で、いや、これは違うでしょ。この、こっちの、あ、これ一緒なんですけども、999。あ、そうなの。はい、なります。で、この今、これは、その、私の番号はまた260番という。あ、別の番号なんです。はい、別の番号。なるほど。あ、じゃあ、それも、じゃあ、そうですね。あ、すごい。それが、日本製メイドインジャパンとして、ちゃんとした工場で、認定された工場として。しっかりしてますね。はい、すごい。もうつけていただいて。一応ね、やっぱりこう、偽物じゃないよみたいな。なるほど、なるほど。いやいや、なんかでもあれですね、岩木さん。これ、なんか前も前回もちょっとおっしゃられてましたけど、別のものもみたいな、もうありえますね、これ。いや、あの時のこんなに、なんかこう、なんだろう、しっとり感ってあったっけと思って、今、触っててもすごい不思議。じゃあもう今回、岩木さん的にはどうですか、このオーダー。いや、どうですかって、これ以上のもんって、自分の目で見たことがないから、これが最高でしょ。だから次にまた、西川社長のほうが、いろんなもの作って、岩木どうよ、こういうのが今度作ってみたんだけど、それいいじゃん。っていう話になれば、これまたね、別なのかもしれないけども、今自分の中で見てる、見たことないよって言ったものが出来上がったわけだから、これ以上のものはないと思うよ。なるほど。うん。